でさっきまで、やってたのが Facebook ライブ、GoPro、Hero 7で行う Facebook ライブに関する接続の方法です。で、次が、YouTube、まあ、YouTube とか他のツイキャスだったり、なんですけど、まあ、今回はね Facebook、ライブご紹介と、まあ、今回ねこれ配信してるのは YouTube なんで YouTube での、GoPro7 でのライブ配信の接続の仕方を次紹介したいと思います。まあねこれも同じように、GoPro Hero 7とスマートフォンを接続してください。でこれも次同じように、ちょっとね録画始めます。はい、まあこの状態、プレビュー状態で、またライブのとこをします。で、ね、この状態が、まあ、Facebook ライブと接続するときの、画面です。で下がね Facebook マークになってますよね。で、YouTube で、接続する場合この Facebook のマークを押してください。そうすると、Alt-EMP っていう項目が出てきます。でこれを押すと、ライブのセットアップってなります。まずこれを押します。まあ、ここまではね Facebook ライブの、との接続と同じです。で、今、ちょっとね Wi-Fi の設定、これ、まあ、GoPro と Wi-Fi の設定が今つながってない状態です。Wi-Fi 環境がよろしくないみたいで、はい、まあこのように Wi-Fi 環境が出ます。で、まあ今回、この共有で、つなげたいと思います。まあちょっとね、ここら辺を見せれたいんですけど、インターネット共有を接続オンにします。でこの状態で、戻ります。すると、スマートフォン接続でもう一度検索を始めて、iPhone の接続を始めます。でここで、パスワード入れます。これはね共有する時のパスワードですね。はい、接続、パスワード入れて今接続してます。はい、これで GoPro と、スマートフォンの Wi-Fi スポットとしての共有ができました。まあこれはね Facebook ライブでも同じです。スマートフォンを使ってライブ配信をする場合はこういう風に、設定します。で、まあ、今回は YouTube の配信をするよ、段取りのセットアップです。でこれで今、GoPro 対、Wi-Fi 環境、ネット環境がつながってます。その次、RTMP URL 入力してくださいというところが、実は重要です。この時に YouTube のストリーミングの URL を、ここに入力するんですが、それがねちょっとね、YouTube ライブ、アプリで使う YouTube ライブとは違うところで、この状態で、URL を、見つけることが必要になってきます。でそこで、使うのが、YouTube の、設定画面ですね。で今からねちょっと PC の方で、それを、見つけていきます。まあ見つけていくというかそこを、この YouTube の設定するときに、URL を入力しないとダメなところの、見つけ方、それをご紹介したいと思います。はい、はい、ここでクリエイターツールと出てきます。これがね、自分の YouTube の、クリエイターツール、そこのクリエイターツールの中に、ライブストリーミング
っていう項目があります。そこを押していただいて、はい、ここの今すぐ配信というところが開きます。まあね、これがね、今すぐ配信、まあ、ライブを配信するときの、配信ページですね。まあ、このようにサムネイルが入ってたり、あと、まあ、項目、あの、題ですね。題名を入れるようになってます。で、僕はあらかじめ、先にサムネイル、題名も入れてます。で、まあ、今回、まあ、僕は How to でいつも配信し、するんですけど、で、その次にプライバシー。これが、まあ、公開、まあね、YouTube されてる方ならわかると思いますけど、公開と限定公開、非公開ってあります。で、まあ、今回テストなんで、限定公開でいきます。で、その次、エンコーダーの設定、ここが重要になってきます。このね、エンコーダーっていうのが、サーバーを、まあそうだね、YouTube サーバーに GoPro をつなげて、ライブ配信するっていう時に必要な URL になります。で、そこで、このサーバー URL、 その下に、キーストリーム名キーとあり、あ、ストリーム名キーとあります。はい、これが、次必要で、ちょっとね、これちょっと見せれないんですけど、ストリームキーの横に表示ってありますよね。ここの表示っていうボタンを押せば、キーがオープンになります。で、10秒間だけオープンになるんで、これをメモする、もしくは、コピーしてもらうっていう形をとってください。で、僕の場合、僕がね、いつもというか今回やってるのは、このサーバー URL とストリームキーを、メモの方に保存してます。ただ、この2つが必要なんですが、その時に、サーバーの、URL の後ろにライブ2とあります。まあこの場合では、まあいろいろ違う、アカウントでは違うのがあると思いますが、僕の場合はライブ2、で最後になってます。その後ろにスラッシュを入れて、ストリーム名とキーを続けて打ってください。何も入れず入れたら、これはあの URL をいくら書いてもダメです。この最後、サーバー URL の後ろにスラッシュを入れて、ストリームキーを、ストリーム名キーを入れてください。その状態で先ほどやりました。スマートフォン側の、ここですね、 RTMPURL、 ここに、入力してください。僕はね、もうちょっとコピーしてるんで、メモの方に、いつもコピーしてて、それを、ペーストしてます。まあね、これね、あの変わらないんで、メモの方にメモしといて置いても大丈夫です。で、この状態、URL 入れて、ライブ2、ライブ2の後ろにスラッシュを入れて、キーストリーム名を入力します。で、あとは同じ、解像度、まあ今回ね、スマートフォン使うんで、ちょっとね、データが大きくなるんで、すいません、ちょっとね、今、話してて時間がしまったんで、もう一回接続します。ちょっと今、そのまま置いてたらね、こちらの、自動にオフになっちゃうんで、まあこっちの設定でオフにならないようにしておけばいいんですけど、もう一度最初からいきますね。今カメラと、スマートフォン、セブンとスマートフォンを接続しました。で、同じように、ライブにして、Facebook のマークを押して RTM にします。で、設定画面
に接続することによって、はい、設定画面になります。でストリームキー押して、共有で、もう一度選択したら、ネットワーク検索出ますんで、自分のスマートフォンを押してちょっと接続にはねこうやって時間かかるんですけど、それはもうとりあえず待ってもらって、どうしてもね Wi-Fi をつなげる、スポットとしてつなげるのに時間かかってしまうんで、はい、今ね Wi-Fi、Wi-Fi ではスマートフォンの、Wi-Fi スポットに GoPro と接続できました。これがね、Wi-Fi 環境がないところでする場合の設定の仕方です。でその次、RTM URL でここに先ほどの、それね、今すぐ配信の下にあった、URL とストリームキーの間に、最後、まあ、URL の最後のスラッシュを入れてキー名を入れます。でこれで、URL 入力完了です。で次は、ライブと Facebook ライブと一緒で、720p480p とあります。で、まあ、今回はスマートフォン使うんで 480p で始めます。で開始します。はい、でね、まあ、今回、さっきライブはね、こっちの配信のスイッチを押して配信したんですけど、このセブン側の、録画ボタン、これでも配信がスタートできます。GoPro 側はね、このように準備完了となってますね。で、これを押すことによって、はい、YouTube ライブの配信が始まりました。ウェッカワライブ。で、こちらも、ライブ状態になってますね。はい、でその時に、こっちではプレビューできないんで、どのようにプレビューを見るかっていうのはもう中の YouTube のアプリから見るようにします。はい、今ねライブ配信を始めます。ライブ配信が始まってます。はい、まあ、このように、ライブ配信がちょっとね遅延があるんで遅いんですけど、これで今ライブ配信が開始されてます。でね、今ちょっとオフになってるんですけど、ここの下に、チャットが、表示されるようになってます。はい、これで、GoPro、スマートフォンと GoPro7 を使っての、YouTube での配信のセットアップが完了です。まあこれでね、スマートフォンと、7があればどこでも YouTube の配信もできます。まあ先にご紹介したように Facebook ライブの配信も同じようにできますんで、まあ一番ね、重要なのが、サーバー側の YouTube の配信を、サーバーの URL と、ストリームキーを、設定画面に入力するっていうのが重要になります。その時に、URL の一番後ろにスラッシュを入れて、ストリームキーを、入力してください。それで、ストリーム用の URL が使えますんで、 YouTube のライブ配信はこのようにしてください。まあ今ねまだ僕もライブ配信、外ではっきり、やってないんで、まあ今回このようにご紹介したんですが、今後ねちょっと僕も YouTube
Facebook ライブ、YouTube ライブの配信も、これからセブンで、ヒロセブンでやっていきたいと思いますんで、まあ皆さん見てください。まあ今日はちょっとねバタバタしてましたが、もうセブンは、が発売になってまだわからないことはいっぱいなんで、まあ今後わかったらこのように配信していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。では。